プリスクス・アッタルスは、西郷都族の支援の下で、ローマ皇帝、コノリウスの対立皇帝となった人物。プリスクス・アッタルスは、東ローマ帝国から移住してきた、ギリシア人で、彼の父は、ウアレンティニアのスイッセイの時代に、イタリアに移住した。アッタルスは重要なローマ帝国の元老院議員で、409年には、プライフェクトス・ウルビの職にあった。彼は2度、 ラベンナのローマ皇帝、ホノリウスの対立皇帝として、西豪都族の支援の下で、ローマ皇帝に擁立された。最初は409年に、元老院によって、ローマで皇帝の称号が与えられた。元老院によって、定位を否定された。ラベンナのホノリウスは、アッタルスを共同皇帝として認める条件での講和を提案したが、アッタルスは彼の提案を拒絶し、 ホノリウスとの決戦を主張した。ローマやメディオラノムといった帝国本土の人々はアッタルスを支持したが、ホノリウスとの交渉を望んでいた西ゴート族の王、アラリック一世によって敗位された。二度目は414年にローマ帝国の再建を表明した西ゴート族の王、アタウルフによって、ボルドーでローマ皇帝として擁立されたが、アタウルフが翌415年に暗殺された。 ことによって終わりを告げた。その後はホノリウス派によって捕らえられて補修となり、416年にはローマ市外で行われたホノリウスの外旋式への参加を義務付けられた。その後、アッタルスはリーパリ島へ追放され、最後の日々を送った。ありがとうございます。